もともとそもそも八重山にはいない動物たちですね。単純な理由で、川がある島はこの2つの島だけで、他の島は水がないんですが、水銀がやりたくてもできない島がほとんどでして、竹富島は石垣の方が近いんですけれども、石垣と西表の違いは川の数ですよね。西表は沖縄の離島の中で一番川の多い島と言われていまして、40本近い川が流れていますね。西表島にある中間川と浦内川というこの2つの川ですね。沖縄県内の川の中でも長さがトップ3に入る、川なんです。この2つが西表ですね。非常に水が豊富な島でして、この島ですね、農業するのは向いてる場所なんですよね。伊豆島はこの近くも4つ川流れてる。水銀やったりするのは西表すごく向いてるんですね。それで、西表の方を海岸でやってますね。そして海を渡らないといけない伊豆島をわざわざ選んで住み始めました。西表に住めば海渡らないで農業できるんですけども、一日海渡らないというのを選んだのは、これはマラリアという病気に影響のせいですね。西表はマラリアが蔓延していた島でして、たくさんの方がマラリアで亡くなっているんですが、西表はマラリアにかからない島だったんですよね。ここ400メートルしか離れてないんですが、西表に住むと安全になってるんですね。この海の潮風のおかげだという方が多いです。年中この海の風で住んでまして、この潮風が伊豆島をマラリアから守ってくれていたという方が多いですね。ちょっともう一つ都合が良かったのがですね、現在でもこの伊豆島という島はハブがいない島ですね。西表には先島ハブというハブがいるんですけども、一部はハブがいない。これ間が海だからですね。そこが川だったらわからなかったけども、間が海水ですので、ハブも渡ってこない島なんですね。人が住もうと思ったらですね、すごい安全に住める場所だったんですね。それで、伊豆島の方を選んでいただきますね。その時に使っていた上当たる航空機だなどを整備しました。観光のために作ったものではなくて、もともとあったものを観光に利用しています。それじゃあですね、少し先ですけども、またこの伊豆島の方に行ってください。Thank you.
はこの辺で到着ですね。はい、ありがとう。